まるでいつも見ていた流れ星が俺の手に落ちてきた感覚だった。こんばんは、ひろしです。みんなは最近テレビでよく見るセクシーゾーンって知ってるかい？結成9年目のジャニーズ5人組グループだ。話題のドラマ未満警察でキンプリの平野さんとバディを組んでる中島健人さん、ハマってるよな。彼らは今輝いているよね。でもデビューから今に至るまで知られざる苦労があるんだ。今回はそんなセクシーゾーンについて紹介していくね。2011年9月29日帝国劇場、先輩の舞台公演中に舞台袖で待機していた5人のもとに赤いバラを手にしたジャニーさんが走ってきてこう言った。忘れ物、これ持っていきなよ。セクシーローズ、枯れないバラだよ。公演終了後に記者会見が行われ、中島健人さん、菊池風磨さん、佐藤勝利さん、松島聡さん、マリウス陽さんの5人はセクシーゾーンとしてデビューすることが発表された。5人の平均年齢はなんと 14.2 歳だった。中島健人さんは山下智久さんや山田涼介さんに憧れ、2008年中学の時に自らジャニーズ事務所に履歴書を送り、菊池風磨さんは同じくジャニーズの嵐に憧れ、中学の時にジャニーズ事務所に入所した。1週間違いでジャニーズに入所した2人は B.I. シャドウ、NYC ボーイズと同じユニットに加入し新芽となり、下積み時代を共に歩んでいた。そして2011年、着実に実力をつけていた2人を中心に結成とされたセクシーゾーン。当時ジャニーズジュニアでトップレベルの人気だった中島さんと菊池さんのデビューは予想されてはいた。だけど佐藤さん、松島さん、マリウスさんの3人はまだ入所から1年も経っておらず、全く予期せぬ出来事だったそうだ。なんであの3人なの？他のジュニアを応援していたファンの納得のいかない声もあった。当時は年下組が本当にまだ子供だったから話し合いたくてもできなかった。一緒に頑張っていきたいけど、その方法が見つからない。不安で仕方がなかった。同世代のメンバーでデビューするんだと思っていたから、自分たちが年上の立場になるとは考えていなかった。その中で中島は俺にとって唯一の希望だった。年齢も経験もバラバラで、中島さんと菊池さん以外はお互いにほとんど話したこともなかった。それでもジャニーズでデビュー組に入れるのはほんの一握りだけ。アイドルとして売れることを目標にしてきた中島さんや菊池さんをはじめ、芸能事務所から3度もスカウトされていた佐藤勝利さん、ジャニーズに2度も履歴書を送りアイドルを夢見ていた松島聡さん、スマップに憧れドイツからやってきたマリウス陽さんの5人は目の前の仕事に必死で取り組んだ。この後もさらに予期せぬ環境が5人を取り囲む。デビュー1年後、メンバー格差を感じさせるような変化が起こり、それをファンはいち早く察知した。2012年、3枚目のシングルを出す頃、 CD ジャケットに映る松島聡さん、マリウス陽さんが小さくなり、4枚目シングルではバックダンサーのジャニーズジュニアと同じ衣装と立ち位置になっていたんだ。さらに2014年にセクシーゾーンは実質全ての活動を中島さん、菊池さん、佐藤さんの3人体制とし、それ以外のメンバーは固定しないで活動すると発表した。松島さん、マリウスさんはそれぞれジャニーズジュニアと一緒にセクシー松、セクシーボーイズを結成し、5人はバラバラに活動することになった。当然ファンは混乱した。5人でセクシーゾーンなのにこんなの応援できない。不満の声は直接悪くない中島さんらまで叩いた。大人の決めたやり方とはいえ、まだ少年である5人にとってはとても辛いことだったんだ。中島さんと菊池さんはグループの今後を背負うあまり何度も衝突し、仕事やグループに対する思いのすれ違いから2人の仲は険悪になり、楽屋では一切口を聞かなくなっていった。メンバー同士のコミュニケーション不足、思いが一つになれない彼らから離れていくファンも少なくなかった。喧嘩してる時期ってどのグループにもある。でもそれって時間の無駄じゃない？5人で成功したいんでしょ？はい、5人で嵐になりたいです。だったらバチバチしている時間は無駄だよ。ケントは自分の世界を持って我が道を行くのがすごい武器だと思う。だから。2015年、ファンの強い声と本人たちの希望もあって、10枚目のシングルで5人体制が復活する。5人のセクシーゾーンが帰ってきた。ツアーではデビュー曲セクシーゾーンを歌うときに、横浜アリーナに集まったファンが一斉に赤いバラの花を5人に掲げたんだ。スタッフとファンの計らいによるセクシーゾーンへの素敵なサプライズプレゼントだった。ところが中島さんと菊池さんの間にはまだ深い溝が残されたままだった。そして2016年8月25日、後に
8.25 事件と呼ばれる出来事が起こる。まるでいつも見ていた流れ星が俺の手に落ちてきた感覚だった。よし、 MC のセリフも完璧。あれは山下くんだ。俺のソロコンサート見に来てくれたんだって。フーマ？ケントは自分の世界を持って我が道を行くのがすごい武器だと思う。だからフーマがバランスを取る必要があると思うし、お前ならそれができるよ。で、どっちが先に折れるの？チス。俺らの関係についてはこの距離感も一つの味かなって思ってたとこもあって、でもそうやって自分を納得させるには限界もあった。何かきっかけを作るべきっていうのは頭の中にはあったんだけどね。来てくれてありがとう。こちらこそ、見させてくれてありがとう。世界で一番来ないと思ってたやつがライブに来てくれて世界で一番嬉しかった。2018年に入るとセクシーゾーンは24時間テレビ愛は地球を救うのメインパーソナリティに抜擢される。デビューから7年目で知名度がまだ足りないと言われていた彼らはここで一気に知名度、ファン獲得につなげられると思っていた。ところが正直、24時間テレビを終えた後も自分たちの環境は変わってはいない。そんな中、またも壁が立ちはだかった。同年11月、松島さんが突発性パニック障害の療養のため芸能活動を休止することを発表したんだ。実は1年前くらいから体調を崩し始め、1ヶ月前から体調がひどくなりました。診断結果は突発性パニック障害です。突然の報告にファンは悲しみ、今後のセクシーゾーンの活動に不安を抱いた。そんな中、翌年に全国ツアーが決定される。僕たちが考えて出した答えです。ツアーを中止することも考えました。でも僕たちは4人でも止まらず走り続けることに決めたんです。この4人のメンバーで売れること、必ずまた5人でやれることを信じて。メンバーもファンもセクシーゾーンは売れているとはまだ言えなかった。事務所から押されているのに結果が出せていないことに菊池さんも率直にこう言った。去年24時間テレビをやらせていただいた勢いで突っ走りたかったのに、あれ？みたいな。自分が思い描いていた景色には1ミリも到達していない。俺らまだここにいるのかという現実を知る思い。セクシーゾーンの活用方法もっとあるよ。任せてくれたら絶対いいものを見せられる。一か八かかけてくれ、グループに仕事くれよっていうのはマジで正直な気持ちですね。メンバーそれぞれの個性、力はある。でも今一つグループとして足りないもの、それはメンバーも分かっていた。2019年のツアー中、彼らの冠番組が深夜に放送された。番組の中で普段本音を話し合うことのない彼らはグループに対しての本音を話したんだ。前までは目標が24時間テレビとかドームツアーとか外に向いていた気がする。でも今はそういう目標よりもグループをどういう色にするか。僕たちは一人一人の色を持ってるけど、合わさった時に一つの色になってないと最近思う。グループって楽しいけど難しいと思う。メンバーに片思いの時は言えないから、思っていることをぶつけてこいよって言われても俺はそういうキャラじゃないし、でもそういうキャラにもなりたいって交差して、考えすぎて葛藤して、結局空回りしてる。グループでの歩み方が一番わからない。一番セクシーゾーンでの時間が長いのに一番長い現場が楽しくないのは嫌だよ。みんないろんなことを考えているんだな。葛藤や言えなかった思いが今一気に出てるって分かった。嬉しかった。今の中島からその言葉を聞けるのは貴重。これで一個俺自身ギアが入る気がする。セクシーゾーンはこの番組でメンバーたちの思いを確認して一つになったんだ。そして中島さんはこうも語っている。俺はいつしか真正面からぶつかるのを避けるように一人で突き進むようになったんだ。でも気がついた。グループと一番向き合っていないのは俺じゃんって。誰よりもグループのことを考えているつもりだった俺自身がセクシーゾーンの足りないピースだったんだ。そこに気づいた時、一人で走っても意味がない。全員で足並みを揃えて強くならないと輝くことができない。ジュニア時代、先輩のバックで丸一日踊ってヘトヘトに疲れていた時、お昼に出てきたのはちくわが2本だけ乗った弁当だった。そのちくわ弁当を食べたあの日、
俺たちは誓った。俺たち絶対売れような。2019年、これまで6年連続出演していた紅白に落選。その日、中島さんはファンブログに、僕たちはこれから咲くんだと前向きな気持ちを綴った。 SNS 上でファンは希望の言葉を上げ続けた。セクシーゾーンは絶対に大丈夫と。僕らは個性の強いソロの集まり、一つにまとまったら最強だと思う。あの子たちは必ず壁に当たる。それを乗り越えた時、本物になる。年齢も経験値も全然違うメンバーで、思いのすれ違いや事務所の方針で苦労の絶えなかったセクシーゾーン。改めてグループって難しいよね。だからこそお互いの思いを伝えるのって大事なことなんだね。些細なことがきっかけで距離ができて仲直りの機会を失うことってあるよね。でもどちらかが歩み寄ってきちんと向き合って心を開くことで、道は必ず開けるんだって分かった。途中で思うようにいかなくなっても考える。考えてみんなで目標に向かって進む。この繰り返しが成功へと向かう近道だと。だから俺はこの先セクシーゾーンを応援していくのがとても楽しみなんだ。2020年8月、およそ2年ぶりに松島さんが帰ってきた。再び5人に戻ったセクシーゾーンはもう昔の彼らじゃない。普通じゃ考えられない困難を乗り越えてきた今だからこそ言える。セクシーゾーンはグループの思いが一つになった最強の5人なんだ。